ロナウジーニョ、ロナウジーニョこと、ロナウドでアシスモレーラ、ロナウドでオジースモレーラ、1980年3月21日隊は、ブラジルポルトアレングレ出身の元サッカー選手、元ブラジル代表、ポジションはフォワード、相性はガウショ。バルセロナ時代には、中心選手として2度のリーガエスパニョーラ優勝と14年ぶりとなる UEFA チャンピオンズリーグ優勝を経験し、 2004年と2005年の2年連続で FIFA フフ最優秀選手賞を2005年にはバロンドールを受賞。ブラジル復帰後の2013年にはアトレチコミネイロでコパリベルタドーレスを制覇しヨーロッパと南米の両方を制した史上8人目の選手となった。またブラジル代表としては 2002FIFA ワールドカップ優勝に貢献。 オーバーエイジ枠で出場した北京オリンピックでは銅メダルを獲得した。高いテクニックから生み出される独創的なプレーや、試合中にもしばしば笑顔を見せるサッカーを楽しむ、プレイスタイルからファンタジスタと呼ばれた。ニックネームのロナウジーニョとは、本名のロナウド、ホ、ロナウドに、縮小ジーン、ホがついたものであり、小さなロナウドの意である。これは、 ブラジル代表選出当時にすでにロナウドルイス・ナザーアリオデリマがいたことから区別のためにロナウジーニョと呼ばれたものである。また、ロナウドルイス・ナザーアリオデリマ自身も1996年アトランタオリンピックにおいてブラジル代表に選出された際にはロナウジーニョとして登録されており、ロナウジーニョでも紛らわしかったことからガウーショとも呼ばれる。ガウーショとは 南米のカウボーイを意味し、リオグランデドスル州、サンタカタリナ州など、ブラジル南部地域出身者気質を表した語であり、ロナウジーニョ自身の出身地に基づいたものである。ロナルディニョは、日本語では、ロナウジーニョと発音、表記される。出身地であるポルトアレグレなどの南部では、R 発音は、昔のポルトガルの発音であるラ行も多いが、 現在、ブラジルではリオなどの北部を中心として広い範囲で、ブラジルポルトガル語から、R 発音は波行で読むのがほぼ一般的になりつつ、ある。したがって、日本でも、ホナウジーニョというネイティブに近い表記、故障もある。なお、本記事ではロナウジーニョで統一する。ロナウジーニョの代理人でもある、実刑のロベルトは、1999年に、アシスという登録名で、 コンサドーレ札幌に在籍していた。幼い頃に父親を発作で亡くし、それ以来、ロベルトが父親代わりとなっていた。もともとは貧しい家庭環境だったが、兄のロベルトがグレミオとプロ契約したことで、6歳の時にプール付きの豪邸に移り住んでいる。ロナウジーニュの階層の中の家の中で、椅子や犬を相手にドリブルの練習をしていたという話からも、 広々とした家に住んでいたことが伺える。ロナウジーニョ自身は、奔放な女性関係で知られているが、以前に交際していたダンサーのジャナイナ・ナティエレ・メンデスとの間に、息子、ジョアン・メンデス・デアシスモレーラがいる。ジョアンは14歳になった2019年4月に、クルゼー・ロイージーとプロ契約を結び、プロサッカー選手となった。ロナウジーニョは1980年3月21日、 父ジョアン・アシスト母、ミゲリーナ・モレーラの三番目の子として、ブラジル、リオグランデドする州の州都ポルトアレグレに生まれた。人口百五十万人のこの町は、先住民とポルトガルからの入植者のほか、スペイン、アフリカ、イタリア、ポーランド、ウクライナ、ロシア、ユダヤなど、多数の移民が暮らしを営み、それぞれの文化が複雑に融合した、独特の雰囲気を持った町で、住民は、 ガウーショ、カウボーイと呼ばれていた。帝王切開で、ロナウジーニュを取り上げた、担当医は、彼の右足に、違和感を覚え、整形外科医の診察を受けるよう両親に進言したと、言う。家は貧しく、両親は共働きであったため、ロナウジーニュの面倒は主に祖母アルベルティーナと姉で、イジや多くの親戚が見ていた。10ヶ月を数える頃には歩き始め、 父はロナウジーニョにサッカーボールとサッカーシューズを買い与えた。以降サッカーに夢中になったロナウジーニョは家の中や中庭で兄、ロベルトや4匹の飼い犬を相手にサッカーの技術を高めていった。7歳になると修立、アルベルト・トーレス小学校へ入学したが、翌年に兄ロベルトがグレミオとの間でプロ契約を締結し、クラブチームから 新しい住居が提供されることとなったため、その引っ越しと共にグアルージャの州立、ランゲンドンク諸島教育学校へ転校している。ジョアンは、早い段階で、ロナウジーニョの才能を見抜いていたとされており、ロベルトがグレミオと契約を交わした際に、指導者に、将来、超一流の選手になる、はずの子が家にいます。ロナウドと言いますと伝えている。ロナウジーニョは、 グレミオの下部組織でサッカーを始め、1998年のコパリベルタドーレスでトップチームデビューした。2001年にはイングランドのアーセナル FC がロナウジーヌとの契約に味を示したが、彼は EU 県外選手であり、イギリスの労働許可証の取得条件を満たさなかったため、この遺跡話は破談となった。同年には、 スコティッシュプレミアリーグのセントミレミ FC にレタル移籍することを検討したが偽造パスポート事件に巻き込まれたために取りやめとなった。2001年フランスリーグアンのパリ・サンジェルマン FC と5年契約を結んだ移籍金は500万ユーロパリ到着後背番号21を与えられブラジル代表のアロイジオで途中出場してリーグ戦デビューし 2001から02シーズン前半戦は、先発出場と途中出場を交互に繰り返した。10月13日のオリンピックリヨン戦では途中、出場し、79分に移籍後初得点となる、同点弾を、ペナルティキックで決めた。ウィンターブレイク後の AS モナコ戦、スタッドレインル FC 戦、RC ランス戦、FC ロリアン戦では4試合連続得点を記録し、 2002年3月16日のトロワ AC 戦では残留争いに苦しむ相手から1試合に得点を記録した。4月27日の FC メス戦でシーズン最後のゴールを挙げ、遺跡初年度のリーグ戦は9得点でシーズンを終えた。同シーズンはクープ・ドゥラリーグでもチームに大きな影響を与え、ラウンド16の EA ・ギャンガン戦ではハーフタイムに途中出場して、 後半だけで2得点を挙げた。チームは準決勝に進出し、準決勝で FC ジロンダンボルドーに敗れた。プレーでは、遺跡初年度から検討したが、サッカーよりも、パリでの夜遊びで注目を集め、ブラジルでの休暇から予定通りに帰国しないと主張する、ルイス・フェルナンデス監督との確執によって、台無しとなった。2002年夏には、背番号を10に変更し、 2002から03シーズンに臨んだ。2年目のシーズンは1年目と比較して、失望の残るシーズンであったが、それでも見事な成績を残した。2002年10月26日、オリンピックマルセイユとノルクラスイクで2得点を挙げた。最初の得点は直接、フリーキックによるもので、カーブしたボールは壁の横を通り抜けて、ベドラン・リュジュでは2得点を挙げ、再び賞賛を集めた。 22分に先制点を決め、81分には GK ウルリヒヒラメが適切なポジション取りをしていたのにもかかわらず、頭を抜くチップシュートを決めて試合を締めくくった。これらの活躍でパリ・サンジェルマン FC の観客にスタンディングオベーションを送られた。クラブにとって不幸なことに決勝の AJ オセール戦では、ロナウジーニョ自身もチームも本来の調子を出せず、 ロスタイムのジャン・アラン・ブームソンの得点に屈した。2002から03シーズンのリーグ戦は11位と、失望の順位に終わり、欧州カップ戦出場権を逃したことで、ロナウジーに渡るクラブへの移籍希望を明らかにした。当初、FC バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は、デビット・ベッカムの獲得を公約していたが、ベッカムはレアル・マドリードに移籍したため、FC バルセロナは、 ロナウジーニュの獲得争いに参し、マンチェスターユナイテッド FC よりも高額な3000万ユーロのオファーを提示して獲得に成功した。アメリカのワシントンにあるロガートカイ・ケネディメモリアルスタジアムで行われ、AC ミランとの親善試合でデビューし、その試合で1得点を挙げて2から0で勝利した。2003から04シーズン前半戦には不勝離脱していた時期もあったが、復帰後はチームを リーグ戦2位に導いた。2004年12月20日には FIFA フフ最優秀選手賞を受賞し、2004から05シーズンには移籍後初のリーグ優勝を果たした。2005年3月8日、UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、チェルシー FC セカンドレグでは2得点を挙げたが、2試合合合合計4から5で敗退が決まった。2005年9月には、 フィフプロ年間ベストイレブンとフィフプロ年間最優秀選手賞を受賞し、同年には UEFA 年間最優秀選手賞も受賞した。さらに、FIFA 最優秀選手賞の投票では956点を集め、2位のフランク・ランパード306.23倍以上の大差をつけて2年連続で受賞した。2005年11月19日、 レアルマドリードとのエルクラシコでは2得点を挙げた。勝利を決定づける2点目を決めると、アウェーでのダービーマッチにもかかわらず、レアルマドリードのファンから、スタンディングオベーションが送られた。2006年1月には3年連続で UEFA、チームオブザヤーに選ばれた。UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝、SL ベンフィカ戦セ,セカンドレグでは、先制点を決めた。 準決勝の AC ミラン戦ファーストレグでは、リュドビクジュリの決勝点をアシストし、2試合合計、1から0で決勝に駒を進めた。5月26日に行われた決勝では、アーセナル FC を2から1で下して、優勝を果たし、決勝の2週間前には、セルタデビーゴに1から0で勝利して、リーガイスパニョーラに連覇を決めており、キャリア初の2冠を達成した。全公式戦を通じて、 自己最多の26得点を挙げ、UEFA チャンピオンズリーグの大会、最優秀選手に選ばれた。2006年11月25日のビジャレアル CF 戦では2度目となるオーバーヘッドキックでの得点を決め、FC バルセロナでのリーグ戦得点数が50点に達した。このビジャレアル戦での得点は、少年時代から夢見ていたゴールであると後に語っている。 12月にはフ、FIFA フクラブワールドカップに出場し、準決勝のクラブアメリカ戦では1得点1、アシストの役を見せたが、決勝の SC インテルナシオナル戦に敗れて、準優勝に終わった。この大会でロナウジーニョは、ブロンズボールに輝いた。SC インテルナシオナル戦の翌日には FIFA フフ最優秀、選手賞が発表されたが、2006FIFA ワールドカップで、 優勝したイタリア代表のキャプテンであるファビオ、カンナバーロ、準優勝のフランス代表のキャプテンであるジネディーヌ・ジダに次ぐ3位に終わった。2007年1月、最多となる29万票以上を集めて UEFA チームオブ・ザ・イヤーに3連連続で選出された。エル・クラシコで負傷し、3月13日のチャリティマッチには出場できなかった。 2008年2月3日の CA オサスナ戦に出場し、FC バルセロナでの公式戦、通算200試合出場を達成した。しかし、2007から08シーズンは、全体的に負傷に苦しめられ、4月3日には、右足の筋肉断裂により一足早くシーズンを、終えた。5月19日、ラポルタ会長は、ロナウジーニョは、新たなチャレンジを必要としていると発言し、 トップ選手としてやっていくためには遺跡が必要であると主張した。6月6日、マンチェスターシティ FC のタクシンシナワットオーナーは、ロナウジーニュの獲得に興味を示した。6月28日、ロナウジーニュとリオネル・メッシュはベネズエラで開催された人種差別撲滅のための親善試合でそれぞれのチームのキャプテンを務め、試合は7から7の引き分けに終わった。 彼は2得点にアシストを記録したが、この試合が FC バルセロナの選手としての最後の試合となった。2010年のジョアン・ガンペール敗前日、FC バルセロナのファンと選手たちに対して、FC バルセナでの5年間が最高の時期であったとする手紙を公開した。2008年7月、ロナウジーニョはマンチェスターシティ FC からの移籍金2550万ポンドのオファーを拒否し、 イタリアセリエ A の AC ミランと3年契約を結んだ。年俸は約510万ポンド650万ユーロであり、遺跡金は約1450万ポンド1850万ユーロと考えられている。希望の背番号10はすでにクラレンス製ドルフがつけていたため、生まれ年の1980年にちなんで背番号80を選んだ。9月28日、 インテルとのミラノダービーで初得点を挙げた。10月19日の UC サンプドリア戦では初の1試合に得点を記録した。11月6日 UEFA カップグループリーグの SC ブラガ戦では93分に決勝点を挙げた。2008から09シーズンは全大会を通じて32試合に出場して10得点した。良好なスタートを切った後、 コンディション不良に苦しんで途中出場が多くなり AC ミランでの初年度は失望に終わった2009から10シーズン序盤はベンチから試合開始を迎えることも多かったがその後調子を取り戻し攻撃的ミッドフィールダーから馴染み深い左ウィングに役割を変えこのシーズンのチームの最優秀選手と言っても良い活躍を見せた2010年1月10日 アウェーでのユベントス FC 戦では2得点を挙げた。翌週の1月17日に行われたシエナ戦では1点目をペナルティキック、2点目をコーナーキックからのヘディングシュート、3点目を20ヤードの距離からのミドルシュートで決め、移籍後初のハットトリックを達成した。1月16日には移籍後初めての UEFA チャンピオンズリーグの試合となるマンチェスターユナイテッド。 FC 戦に出場し、序盤に得点して、リードを得たが、ポールスコールズとウェイン・ルーニー、2点に得点を許して、最終的に2から3で敗れた。4月13日、カルチョカ・ターニア戦で、マルコ・ボリエッドの得点をシストし、アシスト数は、リーグトップの14に達した。5月15日にはホームでのユベントス戦で2得点を、記録し、ライバル相手に1シーズンで計4得点を記録した。 この試合は、レオナルド監督の AC ミラン監督としてのラストマッチとなった。なお、2008から09シーズンもペナルティキックを一度失敗していたが、2009から10シーズンは3度もペナルティキックを失敗している。2010年夏にマシミリアーノ・アレグリ監督が就任し、4から3から3フォーメーションではなく主に4から3から1から2フォーメーションが採用された。 2010から11シーズン開幕戦の US レッチェ戦ではキレの良いプレーを見せたが役割が変更になると徐々にフェードアウトしシーズン前半戦は11試合出場を無得点に終わった。2011年冬にはアメリカのロサンゼルスギャラクシー、ブラジルの SC コリンチャンスや SE パルメイラス、イングランドのブラックバンド・オーバーズ FC など様々なクラブがロナウジーニョに心を示した。 特に幼少時代を過ごしたグレミオから強い関心を示されたが、2011年1月11日に CR フラメンごと2014年末までの契約を交わし、1月13日に行われたお披露目では2万人以上のファン迎えられた。2月6日のボアビスタ SC で遺跡後初得点を記録し、2月27日に行われた達作穴原では、 右足での直接フリーキックで決勝点を決め、トロフィー獲得に貢献した。CR、フラメンゴにとっては19度目の同大会制覇であり、2ヶ月後には、リオグランデドする州選手権とタスサリを、でも優勝を果たした。2012年5月31日に、フラメンゴとの契約を一方的に解除した。2012年6月、アトレチコミネイロへ移籍。 契約はシーズン終了まで、2013年7月25日、クラブ史上初のコパリベルタドーレス制覇を達成し、史上8人目となる欧州南米王者に輝いた。モロッコで行われた FIFA フフクラブワールドカップ2013では準決勝と3位、決定戦に出場し、2得点を挙げた。2014年9月、リーガ MX のケレタロ FC に加入した。 2015年6月20日にメキシコのケレタロを退団した。2015年7月11日、ブラジルのフルミネンセ FC に入団することをクラブ公式 HP 上で発表した。契約期間は2016年末までで、背番号は10番を着用。フルミネンセ退団後は無所属の状態が続いたが、2018年1月16日に、 代理人である兄ロベルトから現役引退が発表された。2018年10月 FC バルセロナはロナウジーニョが2018年ブラジル大統領選挙でジャイール・ボルソナーロを支持したとしてロナウジーニョの大使としての仕事を減らす処分を発表した。チーム関係者はボルソナーロ氏が30年に及ぶ政治家活動の中で言ってきた女性嫌悪や同性愛者差別 人種差別などの行為は、バルサの赤と青のユニフォームの精神として、受け入れられるもではないことを理由とした。すべての年代で、ブラジル代表に選ばれた数少ない選手の一人で、ある。1997年には U-17 ブラジル代表として、FIFAU-17 ワールドカップで優勝し、ブロンズボールに輝いた。1999年は、 ブラジル代表で大きな結果を残した年となった。4月にはナイジェリアで開催された FIFAU-20 ワールドカップに出場し、グループリーグ最終戦1得点と決勝トーナメント1回戦の U-0 クロアチア戦4から02得点で計3得点を上げた。準々決勝で U-20 ウルグアイ代表に敗れ、2大会連続のベスト8に終わった。 6月26日、コパアメリカ1999前最後の親善試合となったラトビアで、ブラジル代表初出場を果たし、コパアメリカ1999中に代表初得点を記録した。コパアメリカが閉幕して1週間後には、フィファコンフェデレーションズカップ1999に招集され、メキシコに3の4で敗れた、決勝以外の全ての試合で得点した。 特に準決勝のサウジアラビア戦では、ハットトリックを達成し、大会得点王と大会最優秀選手賞を同時受賞した。2000年前半には、コンメボルプレオリンピック大会に出場し、7試合で9得点を挙げて優勝に導いた。同年夏には、U-23 ブラジル代表として、シドニーオリンピックに出場したが、 優勝した U-23 カメルーン代表に準々決勝で敗れた。ロナウジーニョは4試合に出場し U-23 カメルーン戦での1得点に終わった。2002年には初めての FIFA フフワールドカップとなる 2002FIFA ワールドカップの代表メンバーに選ばれ、コパアメリカ1999を共に制したロナウドやリバウドなどと共に 驚異的な攻撃陣を構成した。大会を通じて5試合に出場して2得点し、さらにいくつかの重要なアシストでもチームに貢献した。最初の得点はグループリーグの中国戦であり、次の得点は準々決勝のイングランド戦であった。この試合で彼は35メートルの距離から直接フリーキックを蹴り、デビット・シーマンが守るゴールネットを揺らした。 この得点の7分後にダニー・ミルズへのファールで退場処分を受けたがフリーキックでの得点が決勝点となって準決勝進出を決めた。準決勝は出場停止であったが決勝のドイツ戦には先発出場し5度目の優勝を果たした。次に参加した大会は2003年のコンフェデレーションズカップであったがどの試合でも得点を挙げることができず。 平調なプレーのブラジル代表はグループリーグで敗退した。2004年、カルロス・アルベルト・パレーラ監督は代表の主力選手を休ませるため、ロナウジーニョをコパ・アメリカ2004のメンバーに加えず、メンバーの大部分を本来なら控えの立場の選手で構えした。2005年6月にはコンフェデレーションズカップに出場し、決勝のアルゼンチン戦ではマン・オブ・ザ・マッチに選出された。 この大会を通じて3得点を挙げ、1999年大会を含めた得点数を9得点とし、通算最多得点者のクアウテモクブランコと並んだ。2006年にはドイツで開催されたワールドカップのメンバーに選ばれ、アドリアーノ、ロナウド、カカと共に構成されたマジックカルテットの一員として、前後試合に先発出場した。しかしブラジル代表は、 全体的に低調で、この4人組は、計5点しか奪えなかった。ロナウジーニョは、グループリーグの日本戦でジューベルトの得点をアシスト、したが、代表キャリアの中でも、最悪の大会となり、大会を通じて、無得点1アシストに終わった。準々決勝のフランス戦では何もできず、ブラジル代表は、枠内シュートを1本しか打てない低多落で、負けが決まった。この代表チームは、 ブラジル帰国後にファンやメディアの批判にさらされ、フランス戦の2日後の7月3日には、チャペコにあった7.5メートル23フィートもの、グラスファイバーと自主製のロナウジーニョの彫像が過激なファンによって破壊された。この彫像は2004年に FIFA フフ最優秀選手賞受賞を記念して設立されたものだった。同じ日、バルセロナに戻ったロナウジーニョは自宅に、 アドリアーノを招いてパーティーを催しナイトクラブで早朝まで夜遊びを続けた。このことは多くのブラジルのファンに努力の足りないブラジル代表に裏切られたという感情を抱かせた。2007年3月24日のチリ戦では FIFA コンフェデレーションズカップ2 0 0 5決勝以来となる得点、2得点を決め2年近くにも及んだ連続無得点期間を終わらせた。同年には コパアメリカ2007が開催されたが、疲労のために出場免除を申し出て、トゥンガ監督は、ロナウジーニョの大会欠場を許可した。10月には、エクアドルとの親善試合を戦ったが、数人の選手たちとリオデジャネイロの高級ナイトクラブで、パーティーを催し、翌朝11時にナイトクラブを出たが、メディアを避けるために、車のトランクに隠れて移動したとされる。この夜遊びが原因で、 スペイン帰国が遅れたとして FC バルセロナの試合では先発から外されて議論を呼んだ。2008年7月7日、オーバーエイジ枠として北京オリンピックのブラジル代表メンバーに加わった。FC バルセロナはチャンピオンズリーグの試合に彼を出場させたいとして、はじめはブラジル代表への招集を拒否しようとしたが AC ミランへの移籍が合意に達したために、 オリンピックへの出場が許された。グループリーグの U-23 ニュージーランド戦で2得点を挙げたが、準決勝で U-23 アルゼンチン代表に敗れ、3位、決定戦の U-23 ベルギー代表に勝利して3位となった。コンディションを取り戻した後は、2010年5月11日に 2010FIFA ワールドカップのブラジル代表候補30人に選ばれ、 自身も南アフリカ行きを熱望していたが、ドゥンガ監督は本大会に出場する23人のメンバーからロナウジーニョを除外した。ジャーナリストの中には、ロナウジーニョ、アレシャンドレ、パト、アドリアーノ、ロナウドのような選手を戦外とすることは、ブラジルの伝統的なプレースタイルであるジョガ・ボニートを放棄する兆しであると主張する者も,もいた。 2011年9月5日のガーナとの親善試合で10ヶ月ぶりに代表に復帰すると、得点こそ奪えなかったものの好調を見せ、監督の間のメネゼスに彼を代表へ復帰させなければならないと言わしめ、同年10月11日のメキシコとの親善試合では、代表では4年ぶりとなる得点を挙げ、勝利に貢献した。東大最高のスキルを持つ選手と称される。 高い得点能力を持つためウィングや中央のいくつもの攻撃ポジションをこなすことができ、またミッドフィルダーでは典型的な10番のようにプレイしているが、フォワードやウィンガーのようにも展開する。非常にクリエイティブなプレイヤーであるにもかかわらず、ペナルティエリアの内外で正確なフィニッシャーであり、またフリーキックやペナルティキックのスペシャリストである。加速力、敏捷性。 バランスボールコントロールドリブル能力が特に称賛されており、1対1の状況でフェイントを使い個人で抜くことができる。特に1970年代のブラジルのスターリベリーノから学んだエラシコは彼の得意技の一つである。ESPN は彼を速さ、勢力性、巧みさ、トリッキーさ、スキルフル、奔放さを持つ司令塔と称しいる。 国際 A マッチ出場数97試合、通算 L9733。ロナウジーニョにとってロナウドは特別な存在であることはよく知られているが、リバウドとの関係はあまり知られていない。雑誌でバルセロナ加入時にリバウドやロナウドのような僕のアドルの後を追うことができて嬉しいと語っている。2002年の日韓大会でのイングランドの 強力センターバックコンビのソル・キャンベル、リオ・ファーディナンドを相手にカウンターでロナウジーニョがドリブルで引きつけてからのリバウドへパスにより1点をもぎ取った。2002年夏、ルイス・ファン・ハールの監督復帰によってリバウドとバルサの間に決定的な亀裂が生じた。このような状況の中、10番としてやってきたのがフアンド・マンリケルメであった。その後、リバウドは ミランへと移籍。リケルメは、後の2006年 W 杯で、アルゼンチン代表の主軸を担う選手だが、彼は、プレーに、ムラがあり、当時の監督ファンハールの戦術にもフィットしなかった。当時リバウドは、ジガンだと並び称される、世界最高の選手の一人ながら、プレーやポジション、チームでの役割は、異質なものがあり、その穴を埋めるのは至難の技だったと言える。 そんな中バルサが目をつけたのが当時パリ・サンジェルマンに所属していたロナウジーニョであった。スペインはフランスと違い、ポルトガル語が通じやすい上に生活習慣にも共通点が多く、もともとロナウジーニョはスペインに行きたいという願望があった。そしてブラジル代表と FC バルセロナで10番を背負っていたリバウドの後釜としてカンプノーの舞台に立ち、その上で タイトルの獲得、バロンドール、年間最優秀選手などの個人タイトルを獲得し、果ては代表で、背番号10をつけていく権威は大変意味深である。結果的には、リバウドの辿ったミランへの移籍も決まった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。